皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、芸能人夫婦の中で奥さんが残念すぎると感じるのはどれですか？という内容です。では、早速見ていきましょう。30位は、大貫亜美パフィータールグレー。みんなの意見はこちら。亜美さんとグレーの人は、夫婦実態が見えないし、テレビでお互いのことを全く話さないので、話したらダメと言ってるのかもしれないけど、今の時代オープンにした方がいいのかなと思ったりもしました。どうしても不倫騒動のことが頭をよぎってしまう。国民に悪い意味で注目されてしまった二人だと思う。29位は、中村智也三浦麻美。みんなの意見はこちら。三浦麻美さん自身が残念とは思いませんが、中村智也さんなら、外見的にもっと美人でスタイルの良い方と結婚できたと思うから、水戸ちゃんは好きだが、中村智也と一緒にいるイメージが持てないです。お似合いとは言えない二人だと思います。28位は、田中哲司仲間由紀恵。みんなの意見はこちら、家でストレスあるのかな？と感じてしまう。激太りされ、昔の面影がない。ストレス溜めないようにされてください。ご主人も俳優としては好きなのですが、私生活にあまり良いイメージがありません。子育て中の不倫は、やはり厳しいですね。27位は、田中裕二山口萌え。みんなの意見はこちら。緊張感がなくて、なんか好きになれない。のほほんと離婚してのほほんと再婚して、またのほほんと離婚しそう。適当な性格そう。家庭のことを、ちゃんとやっているのかと思う。旦那も家庭のことやれなそうだし、他人の家庭ながら心配。26位は、有吉弘行、夏目未来。みんなの意見はこちら。性格的に残念というのではなく、もう少しアナウンサーをやっていて欲しかったです。有吉さんのことも隠し通してましたし、なんとなく、結婚の仕方がスムーズじゃなかったのが残念でした。声や雰囲気は、甘くて可愛い印象を与えて、周囲を和ませているように思いますし。身長が高く注目を浴びるタイプ。でも、顔は美人ではない。輪郭、パーツは残念。25位は、林遣都大島優子。みんなの意見はこちら。はつらつとしているというか、AKB 時代の指導が、割とヤンキー風がしていて、実際にお会いしてお話しすると、どんな感じなのだろうか、楽しく話せるだろうかと、不安に思います。アイドル時代は、圧倒的なスター性がある人物だったと思うのですが、どんどん魅力が減退していき、今は見る影もないかなという印象です。努力が足りないと思います。24位は、瑛太木村カエラ。みんなの意見はこちら。勝手な話ですが、想像していた奥様と、イメージがかけ離れていた。大人な綺麗な方を想像してしまっていたので、将来的に人気をキープできるとは思わなかったため、実際、今は全然メディアで見かけない。瑛太さんは、今でも活躍しているが、木村カエラさんは、すでにそんなにメジャーじゃなくなっていると思う。23位は、賀来賢人、榮倉奈々。みんなの意見はこちら。賀来賢人さんのファンなので、結婚するなら、もう少し可愛い感じの方として欲しいなと思っていたからです。榮倉さんが、意外に大きいと思う。骨太な感じ。だから、頼れる母ちゃんって感じかもしれないけど、賀来さんは、最近頑張っているね。榮倉奈々は、役柄が病人の役なんかが多く、痩せた時の顔が、すごく病弱に見えるから、あんまり可愛いと思えなくなってしまった。役柄だから仕方ないとは思うけど、22位は、玉木宏木南晴香。みんなの意見はこちら。一般人なら、十分綺麗だと思うし、今はそこまで何も思わないけど、結婚した時は、玉木宏の奥さんと聞いて、なんで木南晴香？もっと綺麗な人いるよね？みたいな感じはしました。木南晴香は、良い女優だと思いますが、あまり美人だとは思いません。玉木宏に比べると、あまりにも不釣り合いだと思います。昔は、玉木宏のファンでしたが、加藤ローサとお似合いだったイメージが強く、その時期に比べると、木南晴香と一緒になって、玉木宏のイメージが下がりました。21位は、桜井和俊吉野美香。みんなの意見はこちら、不倫略奪のイメージしかない。グラドルだったところから、不倫略奪は、かなり好感度が低い。本人が話している姿は見たことがないが、不倫のエピソードを、ネットでよく見ていたので、好ましくない。桜井さんといえば、再婚で吉野さんと一緒になり、
その頃はやはりタレントさんだなぁとは思ったけれど、あまり良いイメージはない。数年経ってもやはり良いイメージはない。前の奥さんのことを思うと素直に祝福できない。注目を集める人間がどうしてそんなことをしたのだろうと思っていまう。20位は森田剛宮沢りえ。みんなの意見はこちら。奥さんが強すぎるがゆえに旦那さんの色々な作品などへの影響があるのではないかなと感じることがあるため、単純に好きではないから落ち着きがないように見えてしまう。自分だったら旦那にしたくない。今も活動されてる。とにかく恋多き女性だから。森田剛は渋くていい味を出しているのに年上女房だし、様々な人と噂があったのであまり良いイメージがない。19位は中尾明義。仲里依紗。みんなの意見はこちら。仲里依紗は結婚後話題作りのためのオーバーリアクションが目立つようになって、なんだか今まで普通だったのに残念なイメージしか残りません。特に夫婦で出演中のウーバーの CM はまさに受けるというより痛々しい夫婦像が露骨に出てしまいました。選ぶのがすごく悩む質問です。仲里依紗さん好きなのですが、 YouTube で旦那さんと喧嘩したとか愚痴を言ったりすることがあるので、印象って大事だから、あまりそういうことは YouTube とかで言うことではないんじゃないかなと思ったことがあったからです。露出したビジュアル、特にプライベート写真では美人の定義には入らないヘアメイク、元々の容姿もパーツ全体、目元がいまいち、キャラを作りすぎているというか、無理をして奇抜なキャラを演じているようで見ていて痛々しいので、旦那さんと比べて非常に残念だなと感じることが多いです。18位は日村勇紀神田愛花。みんなの意見はこちら。もともとそんなに好きじゃないのですが、結婚後もそれほどいい印象はなく、そのままですね。結婚したという印象も薄いですが、あまり興味持たないようにしてます。旦那の方もそれほど好きじゃないので逆お似合いとでも感じます。トータルバランスも悪く、傲慢さが表に出ている。年を重ねるごとに品がなくなり下品だなぁと感じることが多くなった。性格も悪く、心身ともに美しさを感じない。お昼の番組で誰かが傷つきそうなことをポロッと話すのでいつもハラハラします。芸術肌の方なのだと思うので嫌いではないですが、悪気がなさそうで心配になります。旦那のトークをしている場面をよく見るが、その度に旦那の汚い部分を発表している感じがして、あまり旦那にいい印象がない。神田さん自体は面白いが旦那の株を下げているのではと思った。17位は福山雅治。吹石和恵。みんなの意見はこちら。福山さんも年取ったなぁとは画面を見ていて思うけれど、その年代ならではの味が出ていると思う。それに比べて奥さんはもともと綺麗とは思えなかったし、残念だと思う。綺麗だけど特別存在感がある感じではないという印象を受ける。旦那さんが超売れっ子だから比べると影が薄い。みんなが憧れる旦那なのでやはりそれだけ期待値は高かったと思う。人柄がわからないが、見た目はやはりもっと違う人の方が釣り合うと思う。決して悪くはないと思うのですが、旦那が超がつくアーティストであり俳優であることに対してどうしてもイメージ的に見劣りが避けられないです。16位は妻夫木聡舞子。みんなの意見はこちら。正直ご結婚された時のネームバリューの差が大きかったなと思う。男女が逆なら大っぴらに格差婚と言われたんだろうなと思うが、ご結婚後も妻夫木さんの快進撃は続いてらっしゃるので、きっと素敵な夫婦仲なんだろうと感じています。妻夫木くんに比べて舞子さんのテレビでの露出は少なく、顔立ちも地味な印象だったため意外なカップルだと感じた。舞子さん自身をあまり知らないので、当時妻夫木くんはこんな女性が好きなんだなというイメージすら持てず残念に思った。妻夫木聡といえば結構万人受けのイケメンだったので、舞子さんは知名度も高くないし見た目もそこまでという感じで、なぜこの人と思いました。舞子さん十分綺麗だけれどもあまりにも知名度に差があるように感じて残念に思った覚えがあるから、もっと違う人と結婚して欲しかったなと思った。綺麗な人だとは思うけど特にこれといって目立つものはないと思います。妻夫木さんが良さそうな方なのでそれが目立ってしまう。15位は山本浩二。堀北真希。みんなの意見はこちら。残念な方だなぁというか、もう票に全く出なくなってとても残念だなぁという理由です。
家庭を大事にされている芸能界に全く未練がないのでしょうが、またスクリーンで拝見したいですね。とても幸せそうでお似合いですが、交際霊華婚というのも少し戸惑いますし、堀北真希にはもっと素敵な人がいると思ってしまいました。年齢の差も気になります。結婚を機にすっぱりと女優業を辞めてしまわれたのは残念に思いました。おそらくその後の活躍を期待していたファンの方も多かったのではと思います。残念の意味が少し違うかもしれないが、若く結婚してから女優業をほぼ引退してしまっているのが残念に感じる。ドラマなどでまた見たいです。芸能界を引退されて姿を見ないので寂しい。一般の方になったので現在も昔のままの容姿なのかどうかがわからないため。14位は杉浦太陽辻のぞみ。みんなの意見はこちら。 SNS やブログでの発言や投稿がたびたび注目されて世間から批判を受けることがあり、日常の何気ない投稿やライフスタイルについて配慮が足りないと感じられ、賛否両論が巻き起こることも少なくないから。モーニング娘。の頃は可愛いと感じていましたが、最近は老けている感じがするのと何か下品な雰囲気を感じます。女性として何か失っているようなイメージがあります。仲が良い家族という噂を聞くけど、空気を読めていないような投稿をたまにしている気がするし、どこに人気があるのか未だにわからないから、家族全員を支配しているような威圧感を感じる。料理やファッションなどを SNS に上げているが、見苦しいものが多くて残念に思う。それなりに顔が良くてスタイルも良い、爽やかな印象の杉浦太陽さんと比べると辻のぞみさんが平凡すぎる印象を受けるから。13位は土屋太鳳、片寄涼太。みんなの意見はこちら。一般人と比べるともちろん美人なんでしょうが、女優さんの中では花があるタイプではなく、旦那さんの方がそういう意味では目立つから、強烈なキャライメージを持っている方でも、顔の造形までは美とは言い難く、逆にメイクに時間がかかりそう。土屋太鳳さんも十分綺麗だとは思うが、なんで彼女なのかなと思ってしまうから。結婚当初から思っていたから。一流の女優でもないしと、土屋太鳳さんの魅力がいまいちわかりません。顔は周りの女優さんたちと比べると際立って美人でもなく、演技も特に良さを感じない。旦那さんのイケメン人気ぶりを見るとバランスがいまいちと思います。あまり家事とかできるイメージがない。旦那さんのことは知らないので謎。12位は安田圭、尾崎陽一。みんなの意見はこちら。顔が大きくトータルバランスも悪いと思います。どのパーツを取ってもいいところはないので残念だなぁと思います。また品もなく、どちらかといえば下品なので美しく感じない。モーニング娘。時代の残念なイメージが強く残ってしまっている。芸能人というより一般人のような感覚で、親近感はあるものの、わざわざメイクや服装を真似てみようとは思えない。モーニング娘。時代からよくいじられて、お笑い担当でおばちゃんキャラだから、もうそれが刷り込まれていて、誰か共演している人いじらないかなと思ってしまう。安田圭はあの顔でよく結婚できたと思います。性格がいいのかもしれませんが、見た目は可愛くないです。私は好きな見た目だではないです。旦那さんの趣味は知らないけど、美人の顔ではなく不美人ですが、キャラクターが目立ちます。性格も悪くなさそうです。顔はややぽっちゃりしているのが残念。11位は工藤静香、木村拓哉。みんなの意見はこちら。キムタクの嫁で大スターの風格がありますが、中島みゆきの楽曲をうまいこと取り込んで成り上がったイメージしかありません。老け方も残念な感じが表情から伺えます。顔が縦に長くて馬顔のイメージが強い。美人だと思ったことがない。最近は整形をしているのか、顔が不自然になっている気がして余計に残念に感じる。どうしても好きになれない。痩せ体質なのだろうけど、ガリガリすぎて写真が魔女にしか見えないことも多く、本人はそれでよく OK だと思う。誰しもが思うのではないのでしょうか。天下の木村拓哉さんがなぜ工藤静香を木村拓哉の方が好きだった説がありますが、まんまと引っ掛けたような、キムタクというネームバリューに対しておにゃんこというのはどうしても見劣りが避けられないイメージはあります。失礼ながら綺麗だと思ったことがあまりないので、たまにテレビで見かけても衣装がお似合いでなかったりして、かつての輝きはないように感じます。10位は山本圭一、元 AKB 西野美紀。みんなの意見はこちら。元 AKB 西野美紀がいい人には見えるけれど、旦那さんが旦那さんだけに絶対に損していると思われているようで、そういう意味で奥さんがちょっと残念だと思うため、太ってはダイエットを繰り返している印象があります。
太っている時は論外ですが、痩せて芋美人に見えることがないです。バラエティで活躍されてますが、美人と思うことはありませんでした。奥さんは男性にモテる感じがするのはわかるが、もっと違う相手がいたのではないかと思う。嫌いではないが、もったいないと思う。あまり奥様、夫婦というイメージがない。結婚してから、あまりメディアで見なくなった気がする。本人が残念というか、あまり認知がなさそう。芸人さんである、大きな顔のひょうきんな印象を受ける、山本圭一さんと、清楚で可愛い印象の西野美紀さんとの組み合わせがアンバランスだと思うから、純愛ならばメディアであまりアピールしない方が自然に感じるのですが、あまりにも必死になっているように見えるので、売名行為に感じるためです。9位は秋元康、高井真美子。みんなの意見はこちら。元おにゃんこクラブの有名人として一世を風靡しましたが、全くメディアに出てくることもないので、大変もったいない気がする。どこで何をしておられるのでしょうか。旦那が外に出さないのかな。おにゃんこクラブ時代から可愛いと思っていましたが、福井という田舎からお嫁に行って勤まるのかと心配でした。なんか最近の秋元康を見ていると空回りしているとしか思えないので、奥さんが何もそれに忠告できていないのかと思うと、なんだかなぁと思ってしまう。プロデューサーと結婚するのが、ちょっとよくわからない。うまくやり込められた感じ。少なくともお祝いする気持ちにはなれない。当時、なんで秋元康と結婚するんだろうねと、話題になったものでした。弱みでも握られていたのでしょうか。裏がありそうな結婚でしたし、騙されたんじゃないかとすら思います。奥さんが残念というより、この夫婦が残念だと感じてならない。本人たちが幸せなら別にいいのだが、そんな雰囲気さえ感じない。もともと好きではないし、好感度が高すぎて不気味に思ってた。秋元康がこの人を選ぶのもとても不気味に感じてしまった。8位は小栗旬、山田優。みんなの意見はこちら。個人的には小栗旬と釣り合っていないように感じます。私は山田優を写真でしか見たことがありません。ですので正確なことは言えませんが、小栗旬の奥さんと言われると驚きます。山田優は性格はとても良い感じがするけど、モデルなのにファッションセンスが奇抜でちょっと残念だと思う。年を取ってきて体型が変わってきてるのに、似合わないような服を着ているからモデルなのに残念だと思う。外見は大変整った綺麗な方ですが、小栗旬さんと結婚した当初に放送されていた番組で見かけた束縛の強さや気の強さが芸能人の奥様っぽくないなと感じました。ガリガリの体型が見ていて痛々しいし、顔も平凡で通りすがっても芸能人オーラを感じなさそう。下品な雰囲気も醸し出しているし、顔だけではなく全体的に病的な雰囲気が無理。デビューしてから今まで一つもパッとしたことがない人。歌手もモデルも女優もしていたと思うが、本人はすごく頑張っているのに努力の方向が違うのか、運がないのか、ずっと垢抜けない。最近は4人の子持ちなのに、すごいプロポーションのような下世話なニュースでしか見かけない。体型的には夫婦お似合いだが、山田優の顔は綺麗だと思わない。年を取ったのもあるが、とても性格がきつく見える。なんだかどうしても好きになれないので、顔や佇まいが安心しないというか、いつも挑戦的なイメージがある。残念というのは言い過ぎですが、服装やメイクの感じが昔よりちょっと残念に感じます。痩せすぎなのも気になります。7位は片岡愛之助、藤原紀香。みんなの意見はこちら。梨園の妻はこうあるべきという昔の考えを変革し、時代の流れなのかなと思う部分もあるが、バラエティ番組で弾けすぎているのを見ると少し残念だと思う時がある。自信に溢れた自分を装っているのかなと感じることがある。それがくどさとなって振る舞いに出てくるのが個人的に苦手で、それは美貌が瞳孔を突き抜けてマイナスな面に見えてしまっている嫌いがある。女優さんとして素敵な方でドラマも見ていたこともあるのですが、どうしても前の旦那さんとの結婚披露宴を特番を組むほど大々的に行ったのに、すぐに離婚してしまった印象が強いです。相変わらず派手な印象で結婚されて、余計になんか計算高いイメージがするようになりました。家庭に落ち着かれていた方が好感を持てていた気がします。外見は変わらずお綺麗ですね。ドタバタとスキャンダルがあり、いつの間にかテレビで見なくなっているのがファンからしたらどうなのかなと思います。もう少し女優業をやってほしいなと思います。とにかく旦那さんより目立つ存在で、前より控えめになったかとは思うが、歌舞伎役者の妻だけのポジションに収まらない。自己顕示欲がにじみ出ている。陣内智則と結婚した時は驚いたが、
その後に色々とあったのを考えると、残念に感じる。もっといい方がいたのではないかと思う。ご結婚前から、片岡愛之助さんの歌舞伎が好きだったのと、藤原紀香さんが、もともとそんなに好きじゃなかったためです。6位は、浜口まさる南明奈。みんなの意見はこちら。アイドル時代は人気だったが、今はパッとしない印象を受ける。キャラが立っていたからまだ良かったが、ビジュアルだけで言うと目立っていなかったと思う。どこにでもいそうな普通の顔という気がする。浜口を選んだというのが、よくわからない。私は、浜口を知る世代でもないので、その良さが理解できないのが残念だ。だが、私らには到底わからない魅力があるのだと思いました。家庭的な様子だし、迂闊に外に出られないというのもあるのだろうが、なぜこの人を選んだんだろうというのだけがわからない。言動などを見ていて、少し心配になることがある奥さんですが、心配も杞憂に頑張ってやっているようですね。案外家庭では、しっかり切り盛りするタイプなのかもしれませんが、容姿では、好みが分かれるお顔だと思います。苦労しているのか、久しぶりに見たら、だいぶ老けて見えました。格差婚だから、奥さんが頑張っているのかもしれません。応援しています。美しい方で、私も好きなアイドルさんではあるのですが、少し細すぎるような気がしています。無理なダイエット等ではなく、そういう体質なのだろうとは思いますが、最近さらに痩せたような気がして心配です。もともとは明るい性格なのだと思うが、近影からはなぜか鈴木みゆきな印象がある。コーラの飲みすぎか、育児で疲れているのかも、見る目がないのかなと思った。ただ、この夫婦を見た場合、奥さんより、旦那さんの方が残念なのかなとは思いますが、なんか芸人さんと結婚して、格が落ちた感じがする。昔の方が、もっと輝いていた気がする。5位は、丸山桂里奈本並健治。みんなの意見はこちら。丸山桂里奈さんは、性格も明るく笑顔の素敵な女性だと思います。しかし、天然な性格もあるのか、話し方があまり上品ではなく、立ち振る舞いも子供のようで、あまり大人の女性らしさはないように思います。バラエティタレントに寄せすぎなのか、容姿について、女性の美しさを感じることはありません。オリンピックで有名になった時は、もう少し美しい印象だと思ったのですが、今は残念の一言です。ユニークな発言から、世間を少し騒がせてしまう印象が強いと思ったからです。しかし実際は、とても頑張り屋で素直な方であるので、応援されているファンの方は、たくさんいらっしゃると思います。バラエティでの言動があまり品がない印象なので、奥さんとしては少し残念に感じました。前髪が短いパッツンですが、年相応にもう少し落ち着いた髪型の方が好感が持てるも思います。サッカー選手としてすごく活躍したのに、すっかりバラエティタレントのようになってしまって、ちょっと残念。確かにバラエティでは面白いが、本当はすごい人なのにと、いつも思う。まあ、本人が楽しそうにやっているから、別にいいのかもしれないが、サッカー選手ということもあり、女優さんやアイドルに比べたら、劣ると思うから。あとは、筋肉質な体で、スタイルも良くないように感じた、スポーツ女子の印象が強い。強いてあげるなら、この方かな。ちょっと綺麗とは遠い気がする。頭も良さそうじゃないし、マイナス部分が目立ってしまう気がします。何がいいのかわからない。テレビで見せる姿がパフォーマンス的なものであったとしても、率直に言って、頭は悪そう。顔がパンパンなのに、パッツンの前髪をしているのが残念。アイシャドウを塗りたくる前に痩せた方がいいと思う。4位は、劇団ひとり大沢あかね。みんなの意見はこちら。もともとあまり好んで見る方ではないのもあるのだが、自身の恵まれた育ちから来るおごりを感じる時があり、それが表情や態度などに現れていて見える時があり、個人的に苦手であるため、スッキリのニュースコメンテーターの際に、盗難の被害者のことを、このおじさんが下心あるから悪い、とか聞いていて、びっくり。見ていて気分が悪くなりました。もともと、大沢あかねさんを美人だと思ったことがないので、あまり可愛くない奥さんだなという印象です。最近、髪を明るくしたりして、昔と印象が違いますが、昔の印象が強くて、今の変わり様が頑張りすぎてるように感じてしまいます。昔クイズヘキサゴンに出演していたのを見たことがあり、とてもおしゃべりでズーズーしそうだと感じた。黙っていれば、多少マシかもしれないが、綺麗だと思わない。大沢あかねさんは、バラエティ番組でよく拝見し、物知りで頭の切れる、しっかりした女性だと思います。しかし、バラエティ要素が強く、年を重ねるにつれて、だんだんおばさん化していく印象があります。トークを聞くだけですが、愚痴をいつも言っている印象、自分が先頭に立たないと納得しない感じで、少し気の強い方な気がします。
いつも怒ってばかりのように見えます。旦那さんがどんなに頑張っても、奥さんがしゃしゃり出てきて、余計なことをして、旦那さんの評判まで落とす典型だと思うので、選びました。大御所の娘だかなんだか知らないが、ろくなコメントもできない死体も、張らないくせに、メディアに登場していて、正直邪魔に思ってしまう。元気な子というイメージ、顔立ちも特定の人には美人かもしれないが、万人受けの美人ではない。鼻、輪郭が長いので気になる。3位は、ヒロミ松本伊代。みんなの意見はこちら。後先をあまり考えず行動し、プチ炎上しているのをよく見かける。内助の功が、裏目裏目に出てしまっているように感じる。もともとそこまで可愛かったわけじゃないし、最近はおばさんだし、よくヒロミはよく結婚したと思います。老化がすごいと思います。キテレツな行動が話題になることがあるが、好感度が下がっていると思う。家族も家族で、無能っぷりを貶めるような発信も多いのが残念。もっと仕事で発信すればいいのになと思う。顔の印象にも現れていますが、少し気の抜けすぎな人の気がします。老化のせいなのかわかりませんが、肌のツヤがないように映ります。旦那さんが良すぎるのも、目立つのかなと思います。ヒロミのファッションなど、ちょっとヤンキー感が抜けない感じがなんだか残念。それを指摘しない、松本伊代もどうかと思ってしまう。仲良し夫婦ではあるかもしれないが、残念な夫婦にしか見えない。もともと個性はある人だとは思ってたけど、アイドルしかしていないから、ちょっと世間ズレがありすぎるのが残念。家事はもちろん、子育てもちゃんとできていたのか疑問。ニュースの記事からの情報がありませんが、天然パッパラパーなイメージが強く、お子さんに対しても、芸能界にデビューさせたりした時の話などを聞くと、少しだけ残念に感じます。昔アイドルをされていた時は、好きでしたが、少し見た目が変わられて、おばさんっぽくなられました。キャラクターでしょうが、ヒロミさんに依存している感がすごく感じられて、あまり好みではないです。奥さんのポンコツぶりに手を焼いているからです。奥さん自体のビジュアルはアイドルをしていたから良いのでしょうが、私生活でもポンコツぶりを聞くとかわいそうとしか言えません。ヒロミがしっかりしているから成り立っているだけで、伊代ちゃんは料理はできないし、家事もできないし、奥さんとしては残念な嫁だと思う。アンチエイジングで顔を引っ張り上げすぎて変になっているから、誰かもう止めてあげたら良いと思う。何をやってもできない嫁なのに幸せそうで、ヒロミがすごいと思う。2位は、稲葉友、藤田ニコル。みんなの意見はこちら。藤田ニコルの素敵さが理解できないのだが、稲葉くんが選ぶんだから、きっと頼れる奥様なのだと思う。藤田ニコルが美人に思えないのは、私の目が悪いからだと思う。選球眼を磨こうと思いました。可愛いが、テレビでトークを聞いていたら、めんどくさそうな性格のイメージがあった。何かあるとみちょぽに相談して、トラブルが多いイメージがあるのと、負けず嫌いなところが少し怖い。冷静に見たら、あまり美しくないと思います。ギャル好きの人にはいいのかもしれませんが、女性としての魅力を全く感じません。なぜテレビに出ているのかが疑問。もともとあまり美人だとは思っていなかったけれど、若い頃の自分を引きずっているようなイメージだから、家でもわがままそう。普通にあまり好きじゃないというのもあります。なんで藤田ニコルを選んだんだろうって、熱愛がある時からずっと謎な二人な感じです。あまり家庭的な様子を見かけません。家事を全くしていないのか、自分のアンテナにヒットしないのかわかりませんが、仕事しかしていないような感じがする。なんなら一緒に住んでいるんだろうかという気さえする。地元が同じですが、良い話を一切聞いたことがない人、典型的な芸能人で、印象操作に成功しているだけ、昔の出来事がことごとくマイナスイメージに働いている。仮面ライダー俳優の稲葉友さんは好きなのですが、ニコルさんは全く好きになれない。この人を選ぶんだと思ってがっかりした。多分若い人には人気なのかもしれませんね。ただ、一定以上の年齢の方には、全く魅力的に見えない奥様なのではないかと感じます。彼女も年を重ねれば変わるのかもしれませんが、同年代で幅広い年齢層の方に受け入れられている。女優さんタレントさんを見ると、ニコルさんはすぐ消えそうです。正直、藤田ニコルはあんまり素敵な人とは思えません。なぜ結婚したのだろうかと、不思議です。家庭的な雰囲気が感じられないところも、そう思ってしまう理由です。1位は、峯岸みなみ、東海オンエア徹夜、みんなの意見はこちら。
どうしても坊主事件を思い出してしまう。AKB 時代もお笑い担当だったし、汚れ役を買った出ていたから、可愛いというよりも何をしてくれるんだろうという期待感が強い。アイドルをやっていたので、可愛いとは思いますが、美人ではないよねと思っていました。でも、一時他の YouTuber の方と揉めていましたが、対応など素敵な人だと思いました。シンプルに顔が好みではないことと、芸能活動をされていた際の不祥事の印象が強く、坊主頭の印象が残りすぎているため、残念な方に選びました。雰囲気もあまり好きではないです。ぺちゃっとしたような顔が、芸能人とは思えないほどの残念さ。顔のパーツのどこを取っても、いいところが見当たらないだけではなく、バランスに関しても悪くて見ていて、なぜ芸能人しているのか、不思議。アイドル時代は、非常に魅力的だったと感じたのですが、よくわからない YouTuber と結婚してしまい、もう終わった人物なのだなという印象があります。AKB 時代から、容姿もキャラクターも残念感を感じていた人です。結婚した時は、素直に良かったね、と思いました。存在感を示すためのキャラ作りなら良いのですが、血だった場合は、一緒にやっていくのが大変そうです。本人が挙げていたマタニティフォトの写真が、あまり好みではない。自分がどう見られているか、どこを目指しているのかという自分枠がしっかりとないように感じるため、もともと高嶺の花みたいにお高く止まっておらず、親しみやすくて面白いところが長所だったけど、ご自分のファンだった人と結婚したから、ちょっとイメージが庶民的になりすぎてしまった感じがします。過去にスキャンダルが起きて、坊主頭にして謝罪した際、一部の人から、謝罪の仕方が過剰だった、自己表現として適切ではなかったのではという批判も受けるなど、世間に大きな衝撃を与えたが、その際の印象が今でも強く残っているから、子供ができました。の写真撮る時にも、子供心を忘れない、みたいなモチーフでやっていたけれど、それが逆に気持ち悪くて推しだからといって、よく結婚したなと思いました。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。